戦乱の世を終わらせるため、これが定めなら私も戦いましょう。今日こそ主天道寺を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかぬ。本隊は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。私は人質と四天王寺を探すのだ。お静かに。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。者ども、奴らを消し出せ。さて、聖祭はどこだ。一人で寂しい思いをしていないだろう。どんな世界でも人は人を思っている。素敵なことも。ここに聖祭殿が囚われているはずだが、一部屋ずつ探していくしかないな。お前たちいつの間に。正面の舞台はおとりか。おしゃれ。そのミュージー無理をしすぎたか。傷が。貴様は何者だ。しまった、見つかったか。この痛手では。見張りが巡回しているようね。見つかると厄介だね。慎重に行きましょう。ネネ様を救出できたなら本気で行かせてもらう。
そうだな。本当によかった。龍禅様、私のためありがとうございます。ところで脅威がこちらに来なかったか。聖祭を助けると言っていたのだが。人質は全員救出できた。あとは主典童子を捕まえるだけね。なに？わしの女たちが奪われたじゃと？いい、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。カゴの中の蝶は本来の美しさには程遠い。解き放たれ、自由に舞ってこその美。位置は無事だったか。ああ、よかった。まだ美しい女がいるではないか。わしのものにしてくれよ。ウイチ様が助け出されたか。ならば。少し不可能。何だ、大変。後手を煩わせて申し訳ない。私の前に立つか。
良いものを。お手を煩わせてしまいましたね。少し全力に感謝します。おのれ、黙って潰されればよいものを。少し全力に。天の助け、助け立ちを頼みまし。誉れ高き超指揮が相手となる。やられるとは。ここは引いておくか。おい四天童子、このグズ、お前も一緒に来るんだよ。を狙っているのか。なら、うちに。まぶしいほどの働き。私も輝きましょう。そう、より鮮やかに。いい腕だ。相応の覚悟で臨まねばいい。少し疲れた。私を捕らえるか。さて、改めて問おう。お前は何者か。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いいや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。よかった。勝てたようだ。